レポルターズ自然治癒ナビゲーターの側です。今日はレポーターではありません。ナビゲートします。はい、水シリーズ第2回電子層です。私ほどですね、数多くの水の研究家、大学教授を全国を回りですね、水についての話を聞いた何の肩書きもない一般人はいない。ネットでも誰よりも調べた気概を持ってですね、今日私の数十年にわたる水についての結論が無料で見れるので大変お得な内容です。よろしくお願いします。まずね、結論、クリスタル研究所のね、サイクルイオン最高でございます。購入して使ってみて、もうすでに3人に勧め、3人も購入しているという代物でございます。これについてと私の水に対する思いを全て今日は第2回目ですけどね、この第2回目だけで10本20本30本と、ね、動画を作っていくつもりではあります。これはライフ博士と一緒にやっとこうかと思ってます。もう最初に言っちゃいますね。私はですね、とっても健康体でですね、ノートラブルで、サイクルイオンはですね、電子水は活性水だったんです。これは設置した略農家、農家、飲食店、歯科医、病院、それらのデータを私はご訪問して直接見て、もう断定することができました。私はずっと水素水とか活性水素水に注目していたので、例えばね、大雑把ですけれども、電子水と水素水の違いについて、こういう YouTube もありますので、よければご覧ください。ご案内してます。かなり大雑把ですけどね。サイクルイオンという、電子水が最高であると確信してですね、ホームページのリニューアルまで私がやってます。ですから、今、この動画が発表されたすぐ直後ぐらいには、サイクルイオンと検索されても、サイクルイオンを使ってる方の感想が出てきます。それはそれでぜひご覧になってみてください。ここで、この動画でもご紹介します。はい。それほど私はもう入れ込んでしまったんです。そして正式契約をしました。フォーラムというのは、とてもいい発明であるというふうに言われまして、もう契約をしました。フォーラムで共同でやるということと、あとは私がサイクルイオンを、本来であればね、大量の在庫を持たなきゃいけないものを私が、窓口となって代理店となってやるということも決めました。で、レポーターというのはですね、様々な水を客観的にね、取材したものを動画にすればいいと思っていたんですけれども、もうそろそろ私も結論の時期に来たんです。数十年の結論ですよ。これが今のところ最高です。水シリーズ第1回目のね、装置を否定するものではこの動画は一切ありません。で、サイクルはどこからするのか、それをまた組み上げる樹木、草花が吸い上げ、最終的には葉っぱが熱によって、太陽の熱によって蒸発して、これ太陽が出てきました。つまり、水というのは大自然、地球だけの話ではなくて、太陽様のおかげなんですよ。わかりますか？宇宙まで含んだ話なんです。軟水硬水っていうのは。そして、軟水になって戻っていくと。素敵な話ではありませんか。軟水から硬水、そして余分なものは地上に置いて戻っていきますと。これを還元というんです。人体もそうなんですね。人体も下半身から出る便の水質は硬水なんです。要するに余分なものを出しますから、いろんな物質があるということです。そして、汗も、もういろんな汗がありますね。で、私のような上質な汗。上質な汗というのは蒸気を含んで、もう、臭くなくてサラッとしてて、こう、蒸気を浴びる感じ。アスリートを感じます。こういう汗は、軟水なんです。そんな電池とかね、プラスチックで作ること自体が環境汚染でしょ？ですから紙でいいんですよ。このペーハーっていうのは。アルカリ化酸性化っていうのはね。これはいつも持ち歩いてます。で、それではできないものが、こうデジタルでですね、こういうですね、TDS メーターっていうのがあるんですね。TDS メーター。これは、
PPM、まさに質量、物質の質量を計測する、ものなんですけれども、これを見ると、日本の水道水がすでにですね、素晴らしい方がいらっしゃいまして、日本の水道水を全部調査、全部までいかないけど、ある程度調査して、ネットに載っけてる方もいます。このように水道水っていうのは、ね、各、地域水道局によって、これだけ、PPM のばらつきがあるということです。そしてこれを電子水で私は今日は実験をしますので、まさに今ペットボトルにこの入ってるのは、今ね、さっき、先ほど私の台所からね、蛇口から出たんです。ああ、やっぱ美味しい。ペットボトルも美味しいですけどね。さて、この今からやることはマジックじゃないんですよ。蝶ネクタイしてるからマジックじゃありませんよ。この水がどうなるかということをね、この後ご覧になっていただきます。そしてその前に、ちょっとごめんなさいね。この水がどうなるかの前に、サイクルイオンがネットでどのような情報があるかについて、まずご案内しましょう。これが私が実はやったんですけどね。ですから皆さんはクリスタル研究所を見たときには、こちらのホームページがドメインがね、クリスタル -labo.jp というの水道メーターに直接サイクルイオンをつけちゃいまして、そうすることによって家中が全部ね、活性水になってしまいますよという装置です。19年間の研究の結果生まれました。従来の活水器の168体分の力、これは何なのかというと、磁力を使ってる。で、磁力を使ってる浄水器とか活性水器っていろいろあったんですけど、これで特許を取ったんですね。すごいんです、これは。で、全部拡大できるようになったんですね。はい。このように技術的な特性をサイクルイオンで。で、何がいいのかと、温泉みたいになると。家中でも、私もですね、日帰り温泉も行かなくなりました。塩素消毒がどうしても嫌だから。これがね、1年で壊れてしまったら意味がないですね。これはですね、この磁石、永久磁石の力、60年間で 2% しか劣化しない。つまり100年持つ。一生もんだっていうことなんですね。家族は多ければ多いほど安くなる。しかも水の量がちょろちょろ出たら意味がありません。取り付ける前と取り付ける後、全く変わりません。じゃんじゃんシャワーで浴びれるし、お風呂の溜まる速度も一緒でございます。何しろすごいのはメンテナンスフリーなんですよ。ほとんどの浄水器は全部メンテナンスが必要です。例えば家中浄水するという概念は私はとてもいい概念だと思うんですね。なぜかといったら家の水道管が全てきれいになる。こういう会社もありますよ。これはフィルター方式です。貸せたんですね。もうかなり、実績もあります。例えば、アクアス5。これも全く同じです。元栓につけてしまって家中の水がきれいになりますと。確かに飲み水、ね、そういう水になりますが、私が求めていたのは、第1回目の動画でご案内した活性水素水のような水なんですよ。まさにこれは、そうでした。水素の問題ではない。電子の問題としてやってます。これは、お湯が早く沸くということは、ボイラーが、それだけで導入した、ホテルに行きました。導入した、30店舗ぐらいやってる、とんかつチェーン店さん。ここがまだ5店舗ぐらいの時に、なんとそこのホームページ私が作ってたんです。東京の会社だったんですけどね。もう切符のいい社長さんで、共通の知り合いがいたということで話も弾みました。まあ、カビの話に戻しますと、このようなカビが、もう電子水の勢い、元気良さで、このようにですね、浴室にカビが生えないと。家中やるっていう概念はどんだけ素晴らしいのか。しかもメンテナンス、電気もかからなければ、イオン交換樹脂のような塩を使ったりするものもないんですよ。一切ない。じゃあ汚れはどうなの？問題ありません。最初に蛇口をひねった時に、ちょろちょろっと言います。その後は、赤サビは黒サビ化して酸化還元します。もう一つですね、私よりも早くから、サイクルイオンをお使いになられて、客観的にですね、感想を書いてる、癌の特効薬はミトコンドリア、不活剤というサイトがあるんですけどね。
ここで、私がリニューアルしたら速攻でですね、リニューアルサイトを買って。以前から私はこのウェブサイト全部ブログ読んでます。すごい方ですね、この、鈴森さんっていうんですかね、ご挨拶をしました。サイクルイオンを通ったクリスタル電子水は、カルキの持つ匂いと刺激が激減しますと。これはカルキの主成分である一酸化炭素塩素が二酸化塩素 MMS に変わるためです。殺菌力は保ちながらカルキの弱点が消えてしまいます。クリスタル電子水の持つ圧倒的な量の電子がカルキを変えるのですと。これについて MMS についていろいろと書いてます。そしてミトコンドリアっていうのは私の興味の対象でもありますし。で、ご挨拶をさせていただきました。いくつか動画を拝見させていただきましたが、ライフニュースキャンなどにも精通されておらっしゃるんですね。低温プラズマ療法についても動画配信されることです。とのことですので、それも楽しみです。はい、このようにお返事いただきました。現代学医療には詐欺的な要素が強すぎると感じますので、やっぱり代替医療こそが本物でしょうと。まあ、この素晴らしいブログですから、ぜひですね、ミトコンドリアサイクルイオンで検索すると、このサイト出てきますからね。素晴らしい感想。もう戻れないってどっかに書いてあったかな。一回サイクルイオンを使うと、感動が薄れてくるほど自然に使ってる。ただ、はっきり言ってることは、もうサイクルイオンを使ってない、ところには、住みたくないと。はっきり書いてます。ぜひご覧になってみてください。で、マンション設置編っていうのは、私の家の設置例をここでやってます。ね。この中に、私の水道管の状況どんだけ汚かったのかって出てますから。まあ、取り付け工事費がね、3万円弱でしたけど、このように私の共有マンションの分出てきましたね。ほら、これですよ、これ。これもんです。わかります?こんなに汚かったんですよ。これがなくなると。今私はお風呂場で、わざわざ水をどこから持ってきたり、ペットボトルに持っていかなくて、そのまま蛇口から飲める幸せ。しかもお湯が柔らかいです。若月さんは、こんな方なんです。エバラ、有名なね、大手企業ですよ、水処理の。中東カタール、ドーハの、水処理技術の積極的に、カタール全土の農業用水を提供して、こういった技術をずっとやってたんですよ。で、社長は堀屋さんで、大変な、実業家で、成功も失敗もいっぱいしてる70代です。で、私と初対面でお会いした時に、もう、あんた気に入ったみたいな話になっていただいたんです。つまり私も苦労してるから、どうせ、フォーラムで一緒になるんだったら、あなたみたいなすごいアイデア、あなたのアイデアは特許を取るべきだと思いましたね、フォーラムは。はい。ということで、本当に今は契約をさせていただいてよかったなと思ってます。この商品をこれから、フォーラムを中心に扱わさせていただきます。若月さんの動画をぜひご覧になってみてください。この誠実な話しぶり、この態度の通りですね、おごるところが一つもない、大変謙虚な方です。YouTube でですね、サイクルイオンスペース若月で検索されてください。そして、先ほどご案内のオフィシャルホームページの動画のところに、これらの動画があります。ぜひですね、この動画を最後まで見ることをお勧めいたします。この3年間つけてメンテナンスっていうのは、はい、もちろんないです。もちろんないこの面談、最初の面談の後に早速ですね、超高級メロンが届きました。これはサイクルイオンに使われている農家さんが、定期的に送ってくるものを我が家に伝送していただきました。まあ、私が今までメロン食べた中で最高でした。ですからサイクルイオン最高という、ここにも現れた。で、もうしばらくしますとですね、シャインマスカットと、要するに感謝集めをしてるんですよ、この患者さんが。そして人に施す精神、自分だけのものにしようというのがですね、とっても美味しくいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。そして左側に高級ごま油があります。なぜ高級なのかって、高級じゃなくてもいいんですが、うちには高級なごま油しかなかったんですね。はい。今、入れました、ごま油を。ちゃんと見えないね、これね。ちゃんと入れるとこ見せなきゃ。もう一滴入れましょう、目の前でね。見えました?
ごま油入れました。水と油は混ざらない。常識とされてますでしょ。混ざらないから、界面活性剤とかね、乳化剤とか、まあ化学薬品をぶち込まれるわけですよ。でも、水と油がもしも混ざってしまったら、これ分離してますでしょ。見えるかな、ね、上に浮いてます。見えますよね。いいですか。これが混ざらないことを常識としてるから、いろんな化学薬品が売られ、それを投入されたものを皆さん飲んで、ポジトロン化するわけですよ。電子の話は別にしましょう。見てください。混ざりましたよ。水と油混ざって乳化してるじゃないですか。それはともかくとしても、そのアクリルの毛玉、毛糸みたいなもので、水だけで落ちるのが、これ証拠証拠。いいですか？水と油が混ざって流れて、綺麗に流れて、ね、分離しないんですから。理屈わかりますよね。台所の洗剤はいらない。またごちゃ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 ドラッグストアに行くと売ってますでしょ。全部いりません、そんなもん。そして私は洗濯の洗剤はドイツ製の緑の魔女っていうのを使ってるんですけどね。この量も激減しました。本当は水だけで落ちるんじゃないかなと思ってます、ね。はい。ただ、やはり効率を考えるんですね。今みたいにこう乳化するのにこのぐらい振りましたでしょ。で、食器洗うのも今までよりは、ちょっと時間がかかる。でも水だけで落ちて綺麗に落ちるんですよ。洗剤いらないじゃないですか。それ節約って言うんですよ。しかも、一番重要な点は地球を汚さないってことです。一番重要な点は地球を汚さないということです。二度言いました。三回目には、桑田佳祐さんの名言を私はこれ述べたいと思います。やっぱり彼は天才的ですね。彼は茅ヶ崎出身ですよね。しかもサーフィンもやっていると。そして、湘南に来る観光客が、湘南ってほら、海が汚いとか言うじゃないですか。その時に桑田さん何つったと思います？海が汚いんじゃなくて、あなたの心が汚いんだよって。素晴らしい。僕、大拍手を送りたい、これには。同じなんです。その感性、めちゃくちゃわかるんです。私が、理屈をこねましょうか。海を私汚してない。海に物なんか捨ててないから、私は汚してませんよ、なんて、大間違いなんですよ。あなた、そう見えて、柔軟剤、安っぽい柔軟剤、香りプンプンさせてて、方いますでしょ？私、ホットヨガやってて、たまに、この匂いの粒子がうちに来て困るなと、僕の皮膚に入ったら、もう押し返す、今、電子が強いから押し返す、電子水でね、押し戻しちゃってるんだけど、いずれにしろですね、家には様々なケミカル、ね、ブラザーズがあるわけですよ、こう、容器が。家帰ってくださいよ。山ほどありますよ、台所に。バス、風呂場に、トイレに、用途別に、化学。後日動画にしますけれども、先ほどの計測器 TDS デジタルメーターで活性水素水と電子水を計測比較しました。結論をここだけ申し上げると、ほぼ全く同じような数字、これも何回もテストしましたけど、ほぼ同じ数字が出るんですね。やはり私が飲んだ感想、活性水素水と電子水は同じぐらい柔らかくて抵抗がなくて美味しいというのは、私の直感は正しいということがよくわかりました。それからですね、これを聞いたお話なんですけれども、シーロム法というですね、血液が酸化するから、具合が悪いわけですね。それが一定期間電子水を飲み続けて、酸化が還元するかどうかっていうことも今後フォーラムでやりたいと思ってます。はい。あとは、水は私は長かったですね。子供の頃から、うちの母親、亡くなった母なんですけど、水に関してはとてもいろんな装置を特化を一回やってまして、やってたということと、うちの祖父がですね、まあ、水には神様がいるよということで、不浄なこと、例えば台所で、唾を吐くみたいなことをやった時にはね、そのように誘導していただきましたね。その通り、私今、先日52歳になりましたけど、ずっとですね、水には、そういうものがあると。すごく、深いものがあるということは、ずっと身に染みて感じてるんですね。そして今20年ぐらい前かな、私が IT の会社やってる頃、今ではあまり有名ではないですけど、エビアンとかボルビック、この2つの会社の
ウェブサイトをうちの会社で受託しまして、キャンペーンサイトなんかもやった時期があったんですね。実はこの2社というのは、元はダノングループと言いまして、同じ会社、フランスの会社なんですけどね。で、ホームページとかキャンペーンサイトやるメリットは何かというと、上層部、日本のトップの方ともお会いしてお話しする機会があったということです。はい。それは貴重な経験だったと思います。ですから、水をですね、何の肩書きもない、一市民の私がですね、はい、健康に関して興味がある私が、いろいろと詳しいのは歴史があるからなんですね。今後はですね、水のセミナー、電子水のセミナーを、20名ぐらい集めていただければ、会費3000円ぐらいでやりたいんですけどね、そうすれば私の交通費が出ますからね、どこでも。そういうセミナーを開いて、漏れなくこの電子水を皆さん飲んでいただきながら、いろんなお話、交流会ができたらいいなということを、考えてます。ということで、電子水シリーズ、サイクロイオンシリーズは今後とも続けますので、水と電子、これは密接な関係がありますよ、ということで、今後とも乞うご期待ください。ありがとうございました。